生物学、生物学、生物学とは、生命現象を研究する自然科学の一分野である。講義には、医学や農学など、応用科学、総合科学も含み、講義には、基礎科学、理学の部分を指す。一般的には、後者の意味で用いられることが多い。類義語として、生命科学や生物科学がある、口述の生物学と、 生命科学参照。生物学とは生命現象を研究する分野である。日本の生化学辞典によると、生物学は生物やその存在様式を研究対象としているということになっており、アキリーナ・ウェトランズ・プロジェクト・グロッサリー・オブ・タームスの定義では、生物学の研究対象には、構造、機能、成長、発生、進化、分布、 分類を含むということになっている。扱う対象の大きさは、一分子生物学における細胞内の一分子の挙動から生態学における生物圏レベルの減少まで幅広い。現代の生物学が成立したのは比較的最近だが、関連し、含まれていた科学は古代から存在した。自然哲学はメソポタミア、古代エジプト、古代インド、 古代中国で研究されていた。しかし、現在につながる生物学や自然研究の方がは古代イギリシアに見られる。一般に諸研究に先駆しているという意味で、古代イギリシャのアリストテレスをもって生物学士の始めとする。アリストテレスは実証的観察を創始した前時代を通じて最も観察力の鋭い博物学者の一人などとされ、 生物の分類法を提示するなどし、後世に至るまで、多大なる影響を及ぼしたのである。アリストテレスの動物学上の著作として残っているものとしては、イーストリアアニーマリーム、動物詩、デゲネラチオネアニーマリーム、動物発生論、デパーティブースアニーマリーム、動物部分論、デアニマ、心について、霊魂論ともがある。動物史では、五百を超える種の動物、 約120種の魚類や約60種の昆虫を含むを扱っており、随所で優れた観察眼を発揮している。植物に関する研究も行い著作もあったとされるが、失われ現在では残っていないとされる。アリストテレスの生物に関する研究の中でも、動物に関する研究は引い出ており、特に動物学の資源とされる。分類、生殖、発生、 その他の分野において先駆的な研究を行い、その生命論や発生論は17世紀や18世紀の学者にまで影響を与えた。ただし、アリストテレスの生物学は今日の視点から見れば正規論、目的論的であり、その意味では哲学的と言える。は有生物と無生物を区別する原理として、不主形という用語を用いて説明していたが、 アリストテレスはこのプシュケを可能体において生命を持つ自然的物体の行相、エイドスと定義しプシュケは生命の本質を成しており自己目的機能であり軌道元だと記述した中世にはイスラム世界でジャーヒズ781年から869年ヤーブーハニファジーナワリー828年から896年 らが植物学の著作を残した。現代生物学はアントニ・ファン・レイ・ウェンフックが発明した顕微鏡の普及と共に発展した。科学者らによる生死、バクテリア、雫虫類、そして生命が持つ驚くべき奇妙さと多様性が次々と明らかにされた。ヤンス・ワン・メルダムの調査は昆虫学に対する関心を新たにし、顕微鏡を用いた解剖や、 標本用染色の技術を向上させた。17世紀にロバート・フックが顕微鏡を用いた観察で細胞を発見し、18世紀のカール・フォンディン・ネによる生物の系統的分類の発表を経て、チャールズ・ダーウィンの進化論や、グレゴーリオ・ヨハンメンデルの遺伝子法則などが認められるに及び、それまでの博物学の一領域に過ぎなかった生物についての知識が、 一つの学問分野を成り立たせるに十分にまで蓄積されたことで成立した。19世紀前半には細胞の中心組織が重要な役割を持つという認識が広がった。1838年と1839年、マティアス・ヤー・コップ・シュライデンとテオドール・シュワンは、1、有機体の基本単位は細胞であり、2、個別の細胞がそれぞれ生きて多くの否定的意見があったが、 すべての細胞は分裂によって生じるという考えを促進する役割を果たした。1860年代にはロベルト・レイマックとルドルフ・ルートビヒカール・ビルヒョウの仕事によって細胞説として知られる蒸気三説は多くの指示を受けるようになった。20世紀になると生物学的知識は膨大かつ複雑になったため、これらを統一的に理解しようとする試みが重視されるように、 なった。さらに、生物を高度に組織化された分子の集合体と捉え、環境の中から、どのように自己の秩序と維持を満たすかという視点から、分子工学的な理解を強める傾向にある。そのため、従来の記述を主体とした学問から、原理的そして実体論的な学問へと変貌しつつある。1990年には、 一般的なヒトゲノムを図像化する計画、ヒトゲノム計画が実行に移され、2003年に完成した。英語のバイオロジーはキリシア語のビオス、生命に、設備語、ロージアの学問である。これは、K.F. ブルダフ派、1800年、ゴットフリート・ラインホルト・トレフィラヌス、1802年、ジャンバティストラ・ラマルク、1802年らによって、 それぞれ独立に用いられ始め、広まることになった生物学と生命科学。現代の生物学者は、基本的に、遺物論あるいは、機械論の立場を取り、生物は、有機化合物などの物質から構成された、複雑な機械であるとみなす。一つ一つの要素を解明していく、還元主義が有効である場面は依然存在するが、 還元主義だけで複雑な生命現象を理解する試みには限界があることが理解され始めたため、生物を複雑系として扱う考え方も発展してきている。生物学では一般的に人を特別な生物種としては扱わない。しかし我々自身が人であり、その研究は医療や産業などと関連しているため、生物学の中で人研究は重要であり、 関心も高い。生物学研究の成果は、医療や農業における基礎を提供し、応用面で人類に大きな利益をもたらしている。生物学に関連する産業は、バイオ産業と呼ばれ、IT 産業と並び発展性のある大きな市場を形成し、経済的にも重要な位置にあるとされる。生物学の知見や技術は、生命の根幹に大きく関わるようになり、倫理的、 社会的な影響も注目されている。生物学では他の自然科学分野と同様に、記載、実験、理論といった科学的方法によって研究が行われる。ここでの理論は方法論としての理論を指す。これらは独立したものではなく、それぞれが関連し合って一連の研究を形作る。記載とは詳細な観察に基づいて、 基礎となる事象を明らかにすることであり、研究において最も初めに行われる。生物種を同定するための形態学的観察を、はじめとして、実験操作を加えない状態での発生現象や、細胞構造の観察、生理条件下での生理活性物質の測定、ひいてはゲノムの解読も、記載と言える。また、個々の事例の記載を基礎とし、それらを比較することからより、 一般的な知見を得ることは、特に生物学では重視されてきた。これは一つにはその構造や現象が複雑で、研究史の初期において実験系を作りにくかったこと、他方で生物が多様であり、その背後に進化があることからそれを比較によって炙り出すことに大きな意味があったからである。例えば比較解剖学や比較発生学は、それぞれの分野の発展の中では、 大きな意味を持ち、それらは直接に進化論の発展に結びついた。実験は人為的に操作を加えることにより通常と異なる条件を作り出し、その後の変化を観察、観測することで生物に備わっている機構を解明しようとする実証主義的な試みである。突然変異の誘発や遺伝子導入、移植実験など様々な手法を使う。現代生物学は 実験生物学の性質が強くなっている。実験操作は、科学的方法に基づき、対象実験や再現性の確認などにより、実験者の主観が除かれる必要がある。一方、進化や生物研レベルの生態学研究のように、実験による証明が困難である場合は、様々な観測データや古生物の化石などを用い、比較や構造化など理論による説明を試みる。 またバイオインフォーマティクスのように膨大なデータを統合して理解しようとする場合も理論によるアプローチに重点が置かれる。実験を行う前に仮説を立て結果を予想したり、実験結果を解釈して抽象化や普遍化させて法則や規則性を見出したりすることも理論の一部である。このような理論面に重点を置いた分野を理論生物学、数理モデルを用いる分野を数理生物学と呼ぶ。 これらの分野は高度に抽象化するため対象の生物学的階層にはとらわれない性質がある。新たな方法論として蓄積したデータに基づいてコンピュータ上に仮想システムを構築することで構造を理解したりそのパラメータを変化させるシミュレーションにより実験の代わりとするシステム生物学も登場している。20世紀半ばの分子生物学の台頭以降 その周辺分野では、一つの遺伝子、タンパク質の機能に注目する還元主義的なアプローチが主体だった。この手法は強力で様々な生命現象を解き明かしてきた。しかし、分子レベルで明らかにしたことを組み合わせるだけでは、脳の活動や行動など複雑な現象は理解しがたく、還元主義のみでは限界があることも分かってきた。このことへの反省もあり、 物理学的還元主義への系統から抜け出し、21世紀に入ってからは生物を複雑な系としてそのまま扱う、オーミクスやシステム生物学等のアプローチも盛んになっている。一方、生物多様性を扱う伝統的な生物学や生態学では、生物の作り出す系が複雑であることは自明だったため、複雑系のような全体論は目新しいものではない。 生物学の両輪である、生物の多様性と普遍性に関する知見は、ゲノム解析によって結びつけられつつある。生物学のパラダイムを大きく変えたものには、細胞の発見、進化の提唱、遺伝子の示唆、DNA の構造決定、セントラルドグマの否定、ゲノムプロジェクトの実現などがある。細胞の発見や、ゲノムプロジェクトは主に技術の進歩によってもたらされ、 進化や遺伝子の発見は個人の深い洞察によるところが大きい。17世紀に発明された顕微鏡による細胞の発見は微生物の発見をはじめとして動物と植物がいずれも同じ構造単位からなっていることを認識させ動物学と植物学の上位分野として生物学を誕生させることになった。また自然発生説の否定によっていかなる細胞も 既存のののの細胞から生生じるる。こととがが示示され、生命の起源いいう現在も、未解明の大きな問題の提示につながっている進化はチャールズ・ダーウィンをはじめとする数人の博物学者によって19世紀に提唱された概念である。それまでは経験的にも宗教的にも生物種は固定したものとされていたが、現在では同じ種の中でも形質に多様性があり、 生物の形質は変化するものとされ、種の区別が困難なものもあるという指摘がされている。単純な生物から多様化することで、現在のような多様な生物が存在すると考えることが可能になり、生命の起源を研究可能なテーマとすることができるようになった。進化論は社会や思想にも大きな影響を与え、近代で最も大きなパラダイムシフトの一つであった。 遺伝自体は古くから経験的に知られていた現象である。しかし、19世紀後半、メンデルは交雑実験から遺伝の法則を発見し、世代を経た後にも分離可能な因子、すなわち遺伝子が存在することを証明した。さらに染色体が発見され、20世紀前半の遺伝学、細胞学による研究から、染色体が遺伝子の単体であることが確証づけられた。 この過程において古典的な遺伝学が発展し、その後の分子生物学の誕生にもつながった。1953年、ジェームズ・ワトソン、フランシス・クリックらが X 線解説の結果から立体模型を用いた推論により遺伝物質 DNA の二重螺旋構造を明らかにした。DNA 構造の解明は分子生物学の構造学派にとって最大の成功である。 相互的な日本の分子差が逆向きに螺旋状構造をとっているというモデルは染色体分配による遺伝のメカニズムを見事に説明しており、その後の分子生物学を爆発的に発展させた。DNA から RNA への転写、RNA からタンパク質への翻訳、遺伝暗号などの解明により、セントラルドグマと呼ばれる DNA-RNA。RNA タンパク質といった一方向の情報伝達がまるで競技のように思われた時期もあったが、これを裏切るかのように逆転者酵素やリボザイムといった発見も二十世紀後半に相次いだ。ゲノムという概念は、ある生物種における遺伝情報の総和として提唱された。ゲノムゲノメという語は遺伝子人員と相対を表す設備合めの合成語である。技術発見により、 ゲノムプロジェクトが可能になり、ゲノム研究は生物学における還元論と全体論、普遍性と多様性を結びつける役割を持つようになった。生物主観でのゲノムの比較により普遍性と多様性理解への糸口を与え、還元的な研究に因子の有限性を与えることで、個々の研究を全体論の中で語ることを可能にした。 他にも様々な相対に対する研究が始まっている。バーナン・エルが1995年に主張したところ、ところによると、の生物学においては、特に重要な題材は、以下に挙げる5つの原則で、それらは基本行為とも言えるという。生物学が自然史学の一部だった時代には、記載生物学が主体だった。現代生物学は、実験が主体になっている。 さらに将来はゲノムやプロテオーム研究などで蓄積された膨大なデータをコンピュータで処理し、そこから生命の原理に迫る生物情報学が主体になるかもしれない。急激なコンピュータの高速化と並行して実験や観察技術、新たな分析手法の発見など技術発展も進むだろう。純粋生物学に残された大きなテーマには、 生命の起源、人の精神あるいは心理過程、地球外生命体などがある。すでに起きてしまった生命の起源や進化は実験で再現できない。ただし、生物物理学的、生、科学的に生命、細胞の誕生を再現する試みはある。心理学は人や他の動物の行動や心理過程を研究しているが、生物学と心理学とは従来より、 主に神経メカニズムという観点から関係を持ってきた。しかし、特に人の工事心理過程は、未だ現在の生物学の知見を超える部分が大きい。今後、そういった工事心理過程も、心理学における行動、認知レベルの研究に加えて、生物学における分子レベルの、細胞レベルの、機質のグローバルなレベルでの研究を進めることにより、両分野の間で、 統合的にに説明できるるようにななかもしれない。地球以外に生命は存在するかという問題はまだ生物学のテーマではないと現在の多くの生物学者は考えている。しかし、火星やその他の惑星、衛星の探索が進み、生命やその痕跡が発見されれば重要なテーマの一つとなり、現在の生物学に大きな改変が迫られる可能性がある。また、 医学や農学、薬学や科学工学などへの重要性は増し、応用は今後もますます増加していく。生物学の諸分野は、格論、方法論、理論の視点から分類できる。格論は研究対象によって、方法論は手法によって、理論は普遍化された学説によって分野名が付けられる。ただしいずれの分野も程度の差は、 あれ三つすべての性質を合わせ持っているため、分類は便宜的なものになる。生物学を大きく二つに分ける場合、個体の内部の生命現象を解析する方向、イコール講義の生理学と、個体間、主観、個体と環境など関係を、個体の外に求めていく方向、イコール講義の生態学がある。また、生物学の格論には、 生物の系統分類と生物学的、階層性という大きな二つの軸があるとされる。前者によって分類する場合、代表的な分野は動物学、植物学、微生物学の三つである。それぞれは系統分類に従ってさらに細分化できる。動物学の会には原生動物学、昆虫学や魚類学、脊椎動物学などがある。同様に、 植物学の下には、喧嘩植物学や樹木学など、微生物学の下には、ウイルス学や、細菌学などがある。これらの分野では、生物の特異性、多様性を重視する流れがある。一方、対象の大きさ、つまり、生物学的階層性、すなわち現象を軸にすると、代表的な分野は、分子生物学、生科学、細胞生物学、 発生生物学、動物行動学、生態学などがある図。生態学は、生物群の大きさによって、個体群生態学、群衆生態学などに分けられるほか、対象とする場所を重視する場合は、森林生態学や海洋生態学、極地生態学などの名称も用いられる。生物学的階層性は、生物の分類に対して横断的であり、 生物の普遍性が注目される。この軸では、個体レベルを境として、大きく二つに分けることができる。この視点から諸分野を見ると、個体レベル以下を扱う分野は、分子生物学の影響が強く、還元主義的な傾向があり、個体レベル以上を扱う分野は、全体論的な傾向がある。動物発生学や植物細胞学などの分野は、 この二つの軸を考えるとその領域が把握しやすい。方法論は、各論分野に必要に応じて導入され、実際の研究を発展させるために必須なものである。理論は抽象化により総合的、普遍的な視点を各論に提供する。最も古くから、ある方法論の一つは、生物の分類を扱う分類学である。分類は、生物学の基礎であり、 進化研究の手がかりにもなる。伝統的には形態に注目して分類されていたが、近年では分子生物学の手法を取り入れた分子系統分類が盛んである。生化学は科学的手法、分子生物学は DNA 操作を使う方法論でもある。分子遺伝学や逆遺伝学から発展したゲノムプロジェクトやバイオインフォマティクスは新たな方法論として 脚光を浴びている。生物学の理論としては、遺伝学や進化学が代表的である。遺伝学は、遺伝子の機能を間接的に観察するという方法論でもある。遺伝や進化の理論は、具体的なレベルでは未だ議論があるが、総論としては、生物学に必要不可欠な基盤となっている。生物学の分類として、記載生物学、 比較生物学、実験生物学といった類型化もある。記載、比較、実験は、蒸気のように生物学の基本的な手法なので、このような区分は成立しないことが多いが、むしろ歴史的な展開の中での各部分に対してこの名が使われることがある。それも、個々の分野名にこの名を被せる例が多い。記載生物学は、生物の形や構造を把握し、 図や文で記載することを行うのを主目的とする。比較生物学はそれによって知られるようになったものを他の生物のそれと比較することから何かを得ようとする。実験生物学は記載や比較では得られない知識を生物を操作することで得ようとする。従って生物学はこの順番で発展する。ただし記載はあまりにも最低限基本的な操作なのでこれを関する例はない。 記載をしなければそれは科学以前である。例えば近世から近代の生物学発展の初期、比較解剖学は極めて重要な分野として独立していた。これは発生学に結びついて、比較発生学の流れを作り、両者融合して、比較形態学と呼ばれた。しかしこの分野は内部造反的に実験的手法に頼る、実験発生学を生み出す。 20世紀に入るまで各分野はそれぞれ独自の手法や観点で異なる対象を研究し内容の重複はわずかだった。しかし20世紀後半の分子生物学の爆発的な発展や顕微鏡などの技術発展により研究分野はさらに細分化されつつもそれらの境界は曖昧になり分野の名称は便宜的主観的なものになってきている。 例えば、イモリの足の再生を研究し、再生生物学という名称を使ったとしても、再生に関わる遺伝子は遺伝学や分子生物学、その遺伝子が作る化学物質の性質は生化学、再生する細胞の挙動は、細胞生物学、組織が正確に再生する仕組みは、発生生物学、など様々な分野が関連する。このような経緯から、 学という古典的な名称を生物学や科学に変えることも多い。生物学は様々な形で他の学問分野と関係している。概念、理論、研究手法などの面で生物学に影響を与えた自然科学の分野としては先に発展していた物理学と科学が挙げられる。特に分子生物学以降は物理学の影響が強い。 生化学や生物物理学などはこれらの境界領域の分野といえる。応用科学では医学における生化学や生理学、解剖学は動物学や発生学と関連し、農学における育種学は遺伝学の誕生に寄与し、その過程で近代的な推測統計学を醸成した。また、数学は自然科学の基礎として生物学に影響を与えているほか、 特に数理生物学や集団遺伝学などでは、高度に数学的な概念、分析手法が用いられる。近年では、ゲノムやプロテオームの解析から得られる、膨大なデータを処理する必要があるため、バイオインフォマティクス、生物情報学と呼ばれる分野では、情報学の方法論が取り入れられ、ゲノミクスやプロテオミクスで用いられている。また、 生命現象をシステムとして理解することを目的とするシステム生物学が発展しつつある。生物学と相互に影響し合っている分野も数多い。生態学は理論面で経済学と強い関連があり、地球科学と観測技術を共有している。これらの影響は一方通行ではなく相互的である。人文科学系の分野の中では、 自然哲学の一分野である生物哲学、方法論としては、科学哲学、倫理面を研究する生命倫理学などが、生物学と対象を共有している。科学史の一分野である、生物学史は、生物学の歴史が、研究対象である。生物学から多くの影響を受けた分野に、理論社会学や社会思想がある。ダーウィンと同時代に行き、 適者生存などのこの発案者でもあるハーバート・スペンサーやエミール・デュル・ケームは社会の変化、特に分量の発達と構成要素の多様化を生物進化になぞらえて考察する理論を打ち立てた。彼らの学問は社会学の中でも多く知られているが、スペンサーを除けば生物学から影響を受ける量が多く、生物学への影響は限られている。また、生物をメタファーとして、 社会を説明する理論には他にマーシャル・マクルーハンによるメディア論や梅沢忠夫による情報産業論など広く知られたものが多くある。システム理論やサイバーネティックスは生物学による生命体の理解を手がかりに秩序や変化についての一般理論を構築している。これは社会学にも社会システム論として影響を与えている。 生物学の知見と技術を応用に用いる分野は、バイオテクノロジー、または、生物工学と呼ばれる。遺伝子操作に重点が置かれる場合は遺伝子工学。発生過程に重点が置かれる場合は、発生工学とも言う。生物学の成果を実業に活用する産業は、バイオ産業と呼ばれ、IT と並んで勢いのある市場であり、ベンチャー企業が次々と誕生している。 アメリカでは大学の研究者が起業することも多い。遺伝子治療、肝細胞を用いた再生医学、一塩基多系、SNPS を用いたオーダーメイド医療やゲノム創薬などが注目されている。農業や畜産関連でもバイオテクノロジーが活かされており、これらを支える基礎研究は重要である。政府や企業は多大な資金を提供し、その発展を促している。 応用分野に輝かしい貢献をすると同時に現代生物学は様々な倫理的問題を抱えている。それらはゲノム情報、遺伝子操作、クローン技術など生命の根幹に関わる技術や情報によりもたらされた。これらは臨床医療においては恩恵をもたらす一方で差別や生命の軽視など深刻な社会問題を引き起こしつつある。このような課題は 生命倫理学によって扱われる。また、遺伝子操作によって作られた、遺伝子組み換え作物、GM 作物の環境への影響、遺伝子汚染という問題提起がなされており、議論が行われている。近代から現代にかけて、人間の活動によって、環境破壊が起こり、生物多様性は急速に失われている。生物学は、観測を行い、 科学的裏付けのあるデータに基づいた提唱をしたり、生態系や生物多様性について正しい情報を発信するなどの取り組みも必要である。現代生物学及びそれに携わる人々は、純粋な科学的研究成果のみならず、このような倫理的側面に対しても実行し、議論を深め、社会的責任を果たすことが求められている。バイオロジーという語は、 生命を意味するギリシャ語のベータ、ビオスと、言葉、論を意味するラムダ・ガンマ、ロゴスから作られた。K.F. ブルダフ派、1800年、G.R. トレビラヌス、1802年、ジャンバティスト・ラ・マルク、1802年らによって独立に用いられた。生物学が様々な生物を分類記載する、博物学から発展したことからもわかるように、生物学には、 生物の多様性を理解しようとする伝統がある。一方、生命科学、ライフサイエンスや、生物科学、バイサイアンス、バイオロジカルサイエンスという語は、分子生物学が誕生してから新しく作られたものである。すべての生物に共通する言葉である DNA を分子生物学が提供したことで、分野ごとに断片化していた生物学が統合されつつある。 そこで新たに生命科学という言葉が用いられるようになった。ただし、生物学も生命科学も講義に解釈すると範囲は広く重なり、実際の生物研究をどちらかに分けることは難しいことがある。また、生物学の意味も時代と共に変化しており、しばしば生物科学や生命科学と同じ意味に使われる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。